働くおじさん。自分のしてるお仕事をタンちゃんとペロ君に教えてあげるコーナーです。最初はペンネームのたずさん。お客様、あん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 漏れてますの巻。おじさんの仕事は何？ネットカフェのお部屋を掃除するお仕事だよ。嬉しいことは何？綺麗なお姉さんがいた部屋を掃除しに行ったら、ほのかにいい香りが残っていた時かな。辛いことは何？ビデオボックスより安いからってエロ動画をネットで見つつ手慰みに興じるお客さんが多いんだよね。それだけならいいんだけど、たまにヘッドホンを間違ってマイク端子に挿してエロ動画を再生するお客さんがいるんだ。すぐに気がつきそうなもんだけど、こういう慌てんぼうさんは音小せえなぁと思っちゃって音量を最大にしちゃうから周りの部屋から苦情が出ちゃうんだ。お客さんすいません、音って言葉を濁して注意するんだけど、恥ずかしさのあまり逆切れしてきたりしてもううんざりなんだよね。おじさんありがとうございました。すげえわかる気がする。マイク端子の方にヘッドホン入れちゃって両耳にやってっから、その両耳の分聞こえねえわけじゃん。よりそうすると音小さいなと思ってどんどん上げちゃうから、表にもあんあん聞こえてて、お客さん音って言っただけでパッて見たってなると同時に、何かこの恥ずかしさをどっかにぶつけなきゃってなって、だうるせえ、俺の勝手だろ、俺の。なんだよ、誰が、なんだお前。なんだお前、なんだよ、何エプロン。おい、エプロン、この野郎。おい、エプロン、お前。つって、もうその辺、多分切れちゃうんでしょうね。うわ、微妙な時間だな。限界かな。郵便番号 107-8066。TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ字からおじさんの係まで、ホームページ、そして携帯サイトからもご投稿いただけますと。働くおじさん。さあ、いろんな仕事の大切さ大変さをちびっ子たちに教えるコーナーです。1人目、ペンネームジャングルジムとタケトンボ。便器チェンジでピッカピカの巻。おじさんの仕事は何？最近ね、リノベーションとか言ってボロアパートの中をきれいに改装するのが流行ってるんだけど、おじさんはそこで古い便座をウォシュレット付きの最新温水便座に変える仕事をしているよ。辛いことは何？便座の裏のボルトを外すとき便器が顔面にかなり接近することかな。まあそうだな。家主もどうせ変える便器だってんで掃除が荒いし、こっちもすぐ捨てる便器を一旦磨いてるときはちょっと虚しいね。嬉しいことは何？取り付けが終わってウォシュレットがちゃんと動くか確認するんだけど、最近の便座は加圧センサーとか人感センサーがついてるから、パンツを脱いでちゃんと座らないと動作してくれないんだ。はじめは新品の便座に家主を差し置いて座るのに抵抗があったんだけど、今では座って初ウォシュレットを浴びているとき、なんか高骨な表情になっている。おじさんは新品の便器に日本一座ってるんじゃないかと思うと、バージン千人切りみたいな気持ちになる。おじさんありがとうございました。子供に何言ってんだよ。やっぱりこのコーナーは、なんかその、なんかで聞いた仕事ってやっぱ自分でやってる仕事が面白いね。ここに関しては、
どんなハガキを書く腕よりも、ネタを書く腕よりも、やっぱりやったっていうことがでかい。俺たち、このさ、言われてみればそうだけど、便器外すときに便器に顔近づくみたいな感覚もないし、人感センサーと、そのバージン千人切りの感じ、思ったこともないからね。自分の仕事の一部のことでも結構です。したこと、ちょっとある仕事でも結構です。仕事のことを面白おかしく書いて送ってください。お待ちしております。働くおじさん！やっほーやっほー僕誕生乃木、うん、乃木ってあるんですよ、栃木の、まあ大山のちょっと手前ぐらいかな、乃木乃木乃木サロンシップ、いやつまんないですよ、つまんないですけど、この時すでにですよ80キロ近く走ってて新婦が欲しくなってるっていう、その心情も加味して考えたら、ほらそんなに面白くないっすね。そんなです。まあそんなね、日々そんなことも含めてこのおじさんの仕事みたいとこありますからね、そういうその世の中にはいろんな仕事が、どうですかこのコーナーへのジョイントの仕方、どうなんでしょうかね、そういう世の中にはいろんなお仕事がありますよというのを皆さん働くおじさんとしてちびっこに教えてあげてくださいという、そういうコーナーです。ペンネームハロル、ペタペタペッタンシールおじさんだよの巻。おじさんのお仕事は何？決まった時間にスーパーマーケットのお惣菜やお弁当に半額、いや3割引きって書いてあるシールを貼るお仕事だよ。辛いことは何？棚に売れ残っているお惣菜やお弁当にだけシールを貼る決まりなんだけど、欲しい売れ筋のお弁当を先にカゴの中にキープして店内をうろうろしていて、シールを貼り出したら急に詰め寄ってきて、ちょっとこれにも貼ってよとか言ってくるババアを殴ったらダメだって知ってるかな？知ってるから知ってるよ。殴っていいケースの方が稀すぎて。殴ったらダメって僕知ってるから。ダメなんだよ。おじさんたちは一旦裏に戻って、そこら辺の段ボールを蹴るんだね。バカーっつってね、この時が一番辛いかな。嬉しいことは何？いつも仕事帰りや、学校帰りに買い物に来る OL さんや女子大生が、おじさんを見つけた途端、キラキラとした目で見てくるんだ。まあ、その子たちが見てるのはおじさんじゃなくて、シールだけどね。おじさんありがとうございました。まあ僕はスーパーの店員経験がありますからね、これちょっとわかりますよね。もうね、でも無限にも言えないんですよね。もうすっごいわかるよね。結局のとこも売れ残っちゃうぐらいならっていうことで割引シール貼るわけじゃないですか。もう、それ出た時点で売れ筋の弁当もカゴ入れちゃって、そのままずーっと回ってんの。店内ぐる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 回ってんの。ほいでいて、そのもうしょうがない、もう閉店何十分前から貼りますよってなってきて、貼ろうと思ったら、これ貼ってって来るわけじゃん。それ超売れるやつだから、もともとっていう、メンコロ弁当。メンコロ弁当すげえ売れるやつなのに何言ってんだお前みたいなやつわかりますけど、ちびっこ知らないか、ちびっこはまだ知らないかな、ぶん殴っちゃいけないんだよ。お前のお袋。お前のお袋、お前の目の前でぶん殴っちゃいけないんだよ。だからね、裏に行ってバカーンってね、その、段ボール蹴ったりとかするんだよね。でさ、それさ、まあ、こっちもさ、わかってるからさ、それだってお客さんは神様ですから、その、ニコニコ笑って、ちょっと裏に帰って、しかも俺たちわかってるから、蹴っていい段ボール。中に全部入ってないとかで、蹴っていい段ボールバカーンってやったらさ、それに変な感じで足がめり込んじゃってさ、うまく取れなくなった時にさ、ついに泣いちゃったりするよね。ついに、あそこまで頑張ったら、ついに涙がポロンって出ちゃったり。大変なんだよ。おじさんたち、仕事って大変なんだよ。ペンネーム。イエローソバット。今日もイカ。明日もイカ。と言っても、ダイオウイカを発見するお仕事じゃないよ、の巻。
じさんのお仕事は何？食品工場でカチカチに冷凍された魚介類を流水で溶かすお仕事だよ。ずいぶんきついやつ来たな。スーパーやデパートのお惣菜コーナーで売られているイカのゲソ天、イカの唐揚げ、イカリングフライを作ってるんだけど、お店の惣菜コーナーでは油で揚げるだけだから、そこまでの工程はおじさんの働いている工場でやってるんだね。辛いことは何？イカはね、10キロのブロックで冷凍されている、冷結、凍結されているのでか。イカはね、10キロのブロックで凍結されているので、それを大きなタンクで水を入れて手で一匹一匹ほぐすんだ。けどね、手が冷たくてね、マイナス20度以下にも耐える水産用の手袋をしているから大丈夫かなと思ったら、これがクセモンでね、何時間も働いてると、冷たいはずなのにこの手袋の中で手汗をかくね。終わる頃には手がシワシワで超気持ち悪いんだよ。それにね、毎日イカを合計で5トン使うんだ。単純計算でも10キロブロックを500回は持ち上げるから、腰も背中も腕もパンパンさ。嬉しいことは何？原料として使うのはマイカだけだから、解凍した時にたまーにヤリイカが混じってる時は吐けるんだ。おじさんぐらいベテランになってくるとね、ものすごい量のマイカの中から瞬時にヤリイカを見つけられるんだ。どうだい？おじさんありがとうございました。ああ、はい。どうだい、このすごい量、ほぼヤリイカですよ、ほぼヤリイカ、何かの調子でヤリイカとヤリイカの間にマイカが混ざっちゃってるやつ、おじさんなんかもう一瞬でね、見分けられるんだよ。どうだい。続いて、ペンネーム芋飴。君は生き延びることができるか、バイク便ライダー三条の巻。おじさんのお仕事は何？どうしても今日中に届けなきゃいけない書類や工場の機械の修理部品なんかをバイクで迅速に運ぶお仕事だよ。辛いことは何？疲れがピークの時に高速道路で突風が吹くとね、いつの間にか隣の車線に移動してたりするよ。こわあとは自分と同期で入った連中が次々と事故ってやめていったり、白バイに捕まって免許取り消しになっていくのを見て、明日は俺の番か、俺はいつまで無事でいられるんだろうなんて考え込んじゃうね。これはうちの会社だけかもしれないけど、事故は全部自己責任っていう形で処理されるんだ。ダジャレじゃないよ、シビアなやつだよ。子供に事故はみんな自己責任って形で処理されるんだ。ダジャレじゃないよ、シビアなやつだよ。会社が立て替えたお金を払うのにしばらくただ働きとか、バイクが好きだからそれを仕事にしようと思って始めたのに、いつの間にかバイクが嫌いになっている自分に嫌気がさすよ。嬉しいことは何？水戸に荷物を届けに行った帰りに買ったドライナット超うまかった。おじさんありがとうございます。だけバイク便はその会社によって全然ルールが違うから大変らしいよ。なんかその個人事業主みたいな扱い、俺知らない、ルールがどうなってるか知らないけど、芸人のこうその後輩たちもバイク便やってる人いるけど、なんかその個人事業主みたいなんかよくわかんないその区分があるから、保険はなんか自分でやんなきゃダメだったりとかするところから、ちゃんと全部細かくケアしてあるくれてるところまで、まあ、いろいろある。逆に、えらく楽なシフトが入るときもあるらしいけどね。なんだかわからないものを、なんだかわからない時間に届けさせられる不気味さみたいな。なんかその、静岡までちっちゃい封筒一個届けさせられて、で、なんか本当にポンと、その、全然誰も、なんでもない言われた、
その GPS の座標みたいの打たれたところに行ったら、何の建物もないところに背広のおじさんが一人立ってて、その人ポンって渡して伝票だけ書いて帰ってきて、普通ここまでこの途中新幹線とかの方が全然早くねみたいな感じなんだけど、そういうのはでも聞かないことになってみたいな。別にその聞くのまでは自分の担当じゃないみたいな。バイク民はいろんな、おじさんじゃなきゃわかんないいろんなことありますからね。じゃあちょっとラストいきますかね。ペンネームユニオン高橋。トウモロコシ、トウモロコシ、今日も明日もトウモロコシの巻。おじさんのお仕事は何？農家から運ばれてきたトウモロコシを箱詰めするためにベルトコンベヤーで大量のトウモロコシを一つずつ正確に並べて流すお仕事だよ。ベルトコンベヤーの上にこう、その、同じ方向にトウモロコシを等間隔で並べていくと、その先にまた別のおじさんがいてそれを箱詰めていったりとか、L、M、S みたいな分けたりするのかな。辛いことは何？このお仕事をしている人は大抵地域のおばさんやおじいさんなんだけど、何年も続けてる人となると変に仕切り出す人が出てくるんだ。ある日おじさんが仕事をしていたら、知らないおじいさんから、その部署は今余ってから君中口切りなさいと言われて、素直に別の仕事をしたら、本物の現場監督のお兄さんから、お前誰の指示で動いてんだよってこっぴどく怒られたよ。ジジイもただのバイトじゃん。うわーこの感じちょっとわかるよね。なんかそのバイトの中のベテランで、別に本社からしてみたら偉くもなんともないのにすげー仕切る人、うわいたわー。俺の時おばはんだったけど、でもうそのさ、その本社の人が怒った時はもう知らぬ存ぜぬみたいな感じ、いたわー。嬉しいことは何？忙しい時はね、トウモロコシをざっと並べていく人と、すごいね、トウモロコシをざっと並べていく人と上下をきっちり揃える人の二人体制になると。すごい、さらに細分化されるわけですよ、そのベルトコンベア並べる係も。だけど急にゾーンに入って、ただカゴから適当にトウモロコシを掴んで雑に並べてるだけなのに、全部上下がぴったり揃ってる時があるんだ。そんな時に相方のうっとりとして、うっとりとした視線を感じると嬉しいね。まあゾーンが終わるとその分うっとりとしてたおじさんがパニクるのもちょっと面白いよ。おじさんありがとうございました。なるほどね、雑に撮ってるつもりでポンポン置いてりゃいいわけですよ。上と下はもう一人の人が上下上下だけやるからね、単純作業のさらに単純にしたやつだからやるはずなんだけど、もうゾーン来ちゃってるから、掴んだ時の感じでもう全部上上下下揃ってるから、横にいる人はえっていう、もう何にも俺することないけどってなってて、でも今変に話しかけたらゾーンが終わっちゃうとかもわかるから、もうただうっとり すげえやーと思って見てるしかないんだろうね。ただゾーン急に終わるんだよね。急でもうなんかこういうベルトコンベア仕事やったことありますけど、今来てるっていうところ紙一重のところで全く何にもできなくなるでしょ。あのひき肉をさ、肉団子にする作業みたいのを、まあ俺なんかお肉屋さんのその惣菜のところでやってたから、そうそうさ、びっくり、もう自分の手の動きがもうそうなっちゃったのかみたいな、ちょっと力入れると、親指と人差し指の間から出てくる肉の塊がもう何の文句もなく25グラムみたいな。そのゾーンが延々と15分続くんだけど、もうなんだかわかんないけど、それが終わった途端に、普通、グーにした親指と人差し指の間から出てくるのぐらいはできるじゃん。何グラムかばらつきはあっても。さっきまではそれが寸分たかわず25グラムだったのに、なぜか中指と薬指の間からニュル、ニュルってずーっと出続けたりする。あれ、俺壊れちゃったんじゃねえかみたいな。あ、俺壊れちゃった、俺壊れちゃったみたいな。その感じすごいわかりますね。で、隣でドン引きっていう。一緒に流れ作業をやってる大野くんがドン引きっていう。まあいろんなお仕事あると思いますけども、ちびっこは全然わかんないから、ちびっこはムカついたらおばはんの顔面殴っていいんだろうと思ってるけど、違う、おじさんびっくりだね、違うんだよっていうのを優しく教えてあげてください。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク、伊集院光る深夜のバカ字からおじさんの係まで、ジャンクのホームページもしくは携帯サイトからももちろんご投稿いただけます。